市民の皆さん、こんにちは。市長の徳永茂樹です。いよいよ東京オリンピックが開幕いたします。全国的な感染拡大の再燃により、残念なことでありますが、多くの会場で無観客での開催が決定しましたが、日本で半世紀ぶりに行われる平和の祭典が明るい未来に向け安心安全に開催されるよう大いに期待しております。本県には3名の選手が出場予定と伺っております。ゴルフの松山選手、陸上の山中選手、女子バスケットボールの宮崎選手、こうした選手の皆さんには心身をしっかりと整え、最大限のパフォーマンスをお願いをしたいというふうに祈っています。一方で、選手の皆さんの活躍により愛媛県中を、そして日本中を感動の渦に巻き込んでいただきますよう、心よりお願いを申し上げたいというふうに思います。さて、本日はコロナに還元して55歳以上59歳以下の方へのワクチン接種、8月以降のワクチン集団接種と夏休み期間の過ごし方、この3点について市民の皆様にお話をさせていただきます。まず、55歳以上59歳以下の方へのワクチン接種についてです。現在のワクチンの接種状況は、7月19日現在、高齢者を含む一般接種の1回目を終えられた方が5万88人、2回目の接種を終えられた方が36570人となっております。7月5日の記者会見におきまして、59歳以下の方への接種券発送を一旦延期し、国からのワクチン供給量が分かり次第、予約等の日程をお示しさせていただくこととしておりました。今回、県に割り当てられました供給量の調整枠から一部追加のワクチンが分配される見込みとなったことにより、8月1日からの接種対象者に55歳以上59歳以下の方約8100人を追加することとしました。現在、7月末の接種券発送に向けまして準備を進めており、接種券の届いた方から順次ご予約はできるようになりますので、もうしばらくお待ちください。また54歳以下の皆さんにおかれましても、ワクチンの供給量が分かり次第順次ご案内を申し上げますので、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。次に、8月以降のワクチン集団接種についてです。7月19日からの接種予約者対象者に加え、体調不良や入院等でやむを得ず2回目の接種を受けられなかった方、月曜日から土曜日はお仕事などで医療機関の個別接種ができない方のニーズにお応えするため、今治ワールドプラザ内に8月1日から9月9日の毎週木曜日と8月15日、9月5日を除く日曜日に集団接種の特設会場を開催します。開設時間は木曜日が午後3時から午後5時まで、日曜日が午前9時から午前11時までで、いずれも接種予定人数は180人となっております。なお、予約方法はこれまでお話をしておりましたように、コールセンターおよびウェブでのご予約となっておりますので、詳しくは市のホームページでご確認をお願いします。次に、夏休み期間等の過ごし方についてです。これからの4連休、夏休み、あるいはお盆を迎えるなど、県をまたぐ人の移動がますます活発になってきます。先週には極めて感染力が強いとされるデルタ株の陽性者が県内で初めて確認され、市内においてもその疑いがある陽性者が確認されるなど、県外からの複数のルートで県内に持ち込まれ散発的に確認されているとの知事会見で発表がありました。このため、市民の皆様に改めて以下の4点にご注意いただきますようお願い申し上げます。まず1つ目です。
帰省やお出かけについてであります。緊急事態宣言地域との往来や発熱等の症状がある方の帰省や移動はお控えをお願いします。やむを得ず帰省やお出かけされる場合は移動先の自治体の情報をよくご確認いただき、感染リスクの高い行動は避けていただくほか、お帰りになられた際も健康観察を行うなど注意をお願いします。すでに2回目のワクチン接種がお済みの方もおられると存じます。接種が終われば 100% 感染しないというものではございません。帰省先のご家庭にお年を召された高齢者の方や既往症、基礎疾患などのある方がおられる場合は、事前に PCR 検査や2週間ほど前からの感染防止対策を万全にするよう助言いただき、慎重にご判断をお願いします。またスポーツや文化イベントなどで他団体との交流する機会も増えるかと存じますが、陽性者が確認された場合に自主的に PCR 検査を行う際の助成制度もご用意しておりますので、ぜひご活用いただきますようお願い申し上げます。次に2つ目ですが、新しい生活様式の徹底です。友人やご親戚など多くの方が集まる機会が増えると思われますが、県内は現在も感染警戒期であることを忘れず、引き続き感染回避行動の徹底をお願いします。オリンピックも始まりますが、同居するご家族など普段一緒に過ごされている方とできるだけご自宅でテレビ観戦をしていただき、お祭り気分で羽目を外すことがないようにお願いします。また会食につきましては大人数をお控えいただき、感染リスクの高い行動のない方と長時間を避け、感染対策が徹底しているお店、笑顔の安心飲食店認証制度登録店などのご利用をお願いします。3つ目ですが、新しい生活様式における熱中症対策についてです。梅雨が明けました。気温が一気に上昇します。暑さを避け、こまめな水分塩分補給、エアコンや冷感グッズの効果的な活用などの基本的な対策に加え、屋外で人と十分な距離、2メートル以上でありますけれども、こうした確保ができる場合はマスクを外すなど熱中症に十分な注意をお願いします。最後4つ目ですが、感染者等に対する誹謗中傷や誤った情報拡散などは絶対に行わないようお願いします。先週末は本市においても大雨警報が発令されるなど激しい雨に見舞われました。今のところ大きな被害の報告は入っておりませんが、被害に遭われた方、あるいは目撃をした場合、直ちに情報提供をお願いします。今後、人流の多くなる時期と重なり、台風や水害など気象情報にも十分注意が必要な時期となります。楽しい夏休み、お盆を安全にお過ごしいただくためにも、市民の皆様は今後も気を緩めることなく、感染回避行動の徹底、災害に対する備えを十分にお願いをいたします。